韓結友館、結友は民主カンプチアの政治犯収容所 S21A の所長。別名どっちどっちは民主カンプチア時代、カンボジア共産党常任委員会のメンバーであったが、カンボジア共産党内の序列が何くらいであったのかは分かっていない。少なくとも20位以内には入っていない。どっちの妻の名はロムとイアムレアンで結婚したことが分かっている。 名前のアルファベット表記、日本語表記ともに必ずしも統一的に使われていない。クメール語のアルファベット表記に統一した規則があるわけではないので、文献によって表記が異なる。カンケックイエウ、ケイイングケックイーフ、ケイイングゲックエイブ、ダッチ、ドークなどの表記が知られている。日本語表記もカインゲーイエウツ、ドゥイ、ドゥイチなどが見られる。ドッチという表記は、 文献で使用されているが、英語文献によると、ダッチは、デュックと発音するのが正しいという。どっちの来歴に関しては、様々な研究があるが、資料によって異動がある。例えば、青年月日や生まれた場所は、必ずしも一致した情報が与えられているわけではない。青年月日については、D. チャンドラーの書物では、1942年頃と書かれているのに対し、 ビーキアナンの本では、1942年と書かれている。どっち本人へのインタビューに基づいた記事では、本人が1942年11月17日生まれだと述べている。カンボジア特別法廷のどっちに対する第一審、判決文でも1942年11月17日生まれと書かれている。貧しい中国系カンボジア人の一家に、チョヤオ、スタウン。 根本、チェンチクで生まれた。両親は村から外へ出たことはなかった。一方で、生まれた場所に関しては、カンボジア特別法廷のドッチ裁判第一審、判決文では、根本トム州、スタウンチクペアムバン軍ポブビウィ村と認定されている。ドッチの父の名は、カインキトイーカ人、母親カイン州は、中国人との根結である。ドッチは、 五人いた子供のうちの最年長で唯一の男子であった。どっちが九歳の時、土地をめぐる問題に巻き込まれて、一家は祖母が残してくれた別の土地へ移住することになった。2002年現在こちらの家は残っている。父親は中国人が経営する地方の魚会社で事務員として働き始めたが、季節雇用者として雇われたので、母も市場で オレンジケーキや揚げたバナナを売って家計の足しにしなければならなかった。子供の頃からドッチは勉強のよくできることして知られていた。母親へのインタビューによると子供の頃のドッチはいつも本のことばかり考えていたという。ドッチは家から歩いて10分ほどのところにあった林村のポアンデット学校へ通った後、その隣にあった根本チェンショ学校へ入った。ドッチの先生は ケキムフオ、ケ、キムアワー、暗号名はソトソト、後にクメールルージュに入り、プルサト地方の一地区の責任者として働いていたが、S-21 へ送られて処刑された。というなげ、貧しい子供には、お金を与えて、勉強を続けられるように援助するなど熱心な、先生で、人気もあった。文献によっては、どっちの初期の教育は、 アメリカ政府がドッチの住む村に送った教師たちによるものだったとも書かれている。1961年、ドッチは試験に合格し、前期中等教育修了証書を手にした。その後、c m リアップにあるリーセセルバンマン2へ入り、ここで最初のバカロレアに合格した。普通の生徒が2年かかるところを一度の試験で合格したことは非常に稀なケースであるという。 同年、プノンペンの最高学府、リセシソワットへの入学許可が与えられ、そこで数学を専攻することになった。1962年にリセシソワットへ入学し、ここで2回目のバカロレアに、全国第2位の成績で合格した。一方で、D. チャンドラーの著書ではバカロレアに、全国2位で合格したのは1959年となっていて、文献とは矛盾した記述が見られる。 リセシソワットへ通うために必要だった資金は、文献には、どっちの地元の特殊化の援助によるものと書かれているが、これは、どっちの小学校時代の恩師ケキムフオと、同一人物だと思われる。フオは、この頃には、プノンペン南にあったリセの教師をしていた。リセシソワット在学中に、友人ホーギーの妹キムと恋愛関係になり、婚約したが、何らかの理由で婚約は破棄された。 1964年、数学教師になるためリセシソワットのすぐ近くにある教育研究所で学び始めた。この研究所の前所長が数学を教えていた孫ン,ンで、当時ここは共産主義者を生み出すセンターの一つになっていた。一方で、D. チャンドラーの著書では1964年にプノンペン大学に付属する教育研究所の数学教授になったと書かれている。 孫仙は、反政府的であったため1962年に、所長の座を追われたが、研究所で教えることは許されていた。なお、孫仙は1964年、政府の弾圧から逃れるために、前年の1963年に、プノンペンから姿を消したポルポと、イエンサリに続き、ベトナム国境近くの秘密基地大百局へ、移動し地下活動に入った。 孫ン,ンがプノンペンから姿を消したのは、ポルッポトがプノンペンを去った1日後であると書く書物も、ある。ここで、ドッチは、この研究所の教授で、プノンペンの共産主義細胞のトップだったチャイキムフを、チャイキムを、後に、ドッチが S-21 の所長に推薦することになる人物、1978年に S-21 で処刑された、の紹介で、 カンボジア共産党員になった。文献によれば、1964年10月のことで、ある。同級生の証言によると、学生時代のどっちは無趣味で政治にも関心を抱いていなかったが、研究所に入ってから共産主義に引きつけられていった。これは、クメール語を学ぶためプノンペン大学に交換留学生として送られていた中国人の学生グループから影響を受けたためで、 あるという。どっちは1965年8月28日に教員免許を取得。その後、スコーンの理性に赴任した。当時の生徒の一人によれば、どっちの授業はとても正確なものだったという。この時の同僚の一人が生物学を教えていたマムネーである。両者は後にカンボジア共産党員になり、さらに S-21 で養殖につくことになる。 なお、小学校の数学教師になったとは書かず、バライン大学の副学長になったと書く文献もある。当時の学長は、後に S-21 の尋問部長になるマムネーである。マムネーは、暗号名をちゃんと言い、S-21 では、どっちの部下として、尋問部長を務めた。とても背が高く、痩せており、肌の色が白いことが見た目の特徴である。 1950年代に生物学を教えていたことを除くと、マムネーの青年時代についてはほとんどわかっていない。ベトナム語が流暢だったことから、おそらくベトナムで生まれ、そこで育ったのだろうと考えられている。1990年にもクメールルージュの尋問官であったことがわかっている。1994年の時点では、孫仙の部下であり、その命令で、 反抗的な農民の再教育用の監獄を作っている。1996年に国連職員がちゃんを見かけた時には半分リタイアした状態で市場で売るための野菜を栽培していたという。カンボジア特別法廷一審での判決文では1965年、根本ンンチャムのスコーンにある小学校の数学教師になったと認定されている。どっちは 次第に革命運動にのめり込むようになり、1967年10月29日に地下活動に入るために教員を辞めた。そして、1967年10月、プレート店の警察署脇でバスに放火した暴動事件を主導したため、首謀者として政府の警察に逮捕され、1967年から1970年まで刑務所に入れられていた。同時に、 マムネート他4人のバライン大学の教師、2人の学生も逮捕された。この時期のどっちの同性については混乱が見られる。他の書物でも刑務所に入っていたのは数年と書かれているが別の文献では裁判なしに刑務所に数ヶ月入れられたが子供時代の特殊化の力添えの結果釈放されたと書かれている。また別の文献でも刑務所に入っていたのは 数ヶ月と書かれている。一方で、カンボジア特別法廷一審判決文によれば、どっちは1968年1月5日に、警察に逮捕され、後に20年の懲役刑を受け、トゥール・コーク・トップ・ノンペンで拘留された後、1968年5月に、プレーソー刑務所へ移送されたと認定されている。1970年に、シアヌークが、 クーデターで権力を失った後釈放されたドッチは地下活動に入った1970年4月3日に釈放。ドッチという暗号名は少なくとも1970年には使われていたことがわかっているが、この頃は第33管区の治安責任者であった。フランス人民族学者フランソアビゾーがクメールルージュに逮捕。 交流されたのは1970年遅くから1971年、初めのことで、この時に尋問を行ったのがどっちである。どっちは、微増を2ヶ月間繰り返し尋問、CIA のスパイだと非難し何枚か詳しい事況書を書かせた。ポル・ポトが釈放を決定したため、微増は釈放されたが、彼によると、どっちは、違う、考えのカンボジア人は裏切り者で嘘つきだと、 信じていた。真実を言わない囚人を、どっちは、個人的に殴りつけていた。真実を語らないと、どっちはひどく怒った。なお、タモクは、ポルッポとの決定に大いに不満で、ボンベトと、どっちを怒鳴りつけ、微増を解放させないように説得したが、ボンベトの意見が通って解放された。1971年7月にドッチ、どっちは M-13 の管理を任されるようになった。 M-13 は、サンテバル、カンボジア共産党内部に作られた、治安警察のこと。のうちで、最初期に作られたものの一つと考えられている。M-13 は二つに分かれていて、M-13A は、どっちが、M-13B は、どっちの部下が管理した。この当時のどっちの任務は、M-13A の交流者を尋問し、粉砕することと、 スタッフの採用、尋問のテクニックを彼らに教えることだった。M-13A 送られた者は尋問、拷問され、尋問が終わった後で処刑されたが、M-13B では再教育された上で釈放された。交流中の悪環境や栄養不足、適切な医療を受けられなかったなどで死んだ交流者もいた。どっちの上司は、1973年半ばまでは、 ボンベと、それ以後1975年1月までは、損戦であった。尋問で得られた情報は上司に報告されたが、どっち自身は得られた情報の大半は作り話だと考えていた。M-13 で培った尋問テクニックは、S-21 で囚人を尋問する際に生かされた。また、S-21 のスタッフの多くは、 どっちが M-13 で働いていた時の部下を引き抜いたものだった。1973年、どっちは第25管区へ移動になり、そこでボンベトとその副官の孫戦の部下になった。この頃から治安関係の能力を磨くようになったようである。1972年か1973年にどっちにあったあるカンボジア共産党員によれば、 この頃のどっちは不機嫌で怒りっぽく、協情主義の人物であったという。1975年4月、クメールルージュが内戦に勝利した後、サンテバルの本部は、特別区のサンテバルと共に、プノンペンへ移された。本部は4月以降数ヶ月間、第15局という名で運営されていたが、その後 S-21 へ解消された。1975年8月15日、 プノンペン駅に第703部隊のインローンと共に孫ン,ンから呼び出され S-21 の設立について話し合いが持たれた。1975年4月にプノンペンがクメールルージュの手に落ちてからしばらくクメールルージュの本部はプノンペン駅内に置かれていた。この時の会合で孫戦はナットを S-21 の所長にどっちをナットの部下にしどっちは 人問部長に任命された。この陣容で1975年10月に S-21 は稼働を始めた。実際、どっちとの関連が S-21 の文書に現れ出すのは1975年10月からであることが確認されている。どっちは S-21 で働くことには乗り気ではなく、代わりに工業省で働きたいと申し出たが、 これは拒否された。どっちは義務は義務であると考え、これ以上不服を申し立てることはせず、S-21 で仕事を続けた。尋問部長としてのどっちの主要な仕事は、ロンノル政府の施設から集めてきた文書の整理、これらの文書に書かれていた内容に基づいて上司へ報告すること、尋問部のスタッフに対して尋問方法を教育すること、 交流者の自白を上司に報告することの四つであった。この時点で、すでに尋問の際には拷問を用いることがどっちに許されていた。どっちは、囚人を殺しはしなかったが、尋問が終われば囚人は殺害されることを知っていた。どっちは、次の約六ヶ月間、宅間牛にあった刑務所とプノンペン市内に散らばって存在していた。 尋問センターとの間を行き来していた。S-21A は1975年の終わりまでにはどっちの管理下に入ったがどっちが正式に所長に任命されたのは1976年3月になってからである。1976年3月、NAT は参謀本部へ移動になったので代わりにどっちが S-21 の所長に任命された。どっちは 自分の代わりに、チャイ・キム・フを所長にするよう上司の孫戦に、上進したが拒否されたので、1976年3月から S-21 の所長を務めた。同時に S-21 委員会初期にも任命された。S-21 委員会の他のメンバーは、キム・バク。S-21A の主要な幹部の一人でどっち、の部下。s では、 警備部長だった。プノンペン南にあるプリーケイタッチの生まれで、そこで育った。1966年に10代で革命軍に参加、第11部隊で働いている時に、戦闘で片目を失った。極めて規律に厳しい人物で、ミスをしたり間違ったことを言うと殴りつけられたので、部下からは、恐れられた。1979年以降の消息は不明である。とンフィ。 ノッポのフイ、田んぼのフイライスフィールドユイというあだ名でも呼ばれた。S-21 には、もう一人、ヒムフイという名の人物がいて、それと区別するために、あだ名がついたらしい。田んぼのフイの名は、フイがプレイー,ー刑務所担当で、ここに常駐していたこと、プレイー,ー刑務所は、S、S-21 の職員や、囚人の食料を賄うための農場を持っていた、ことによる、 妻もカンボジア共産党員で S-21 の尋問部で不定期に働いていた。1978年11月、二人は逮捕された。の二人であった。どっちは、フォートは頻繁に会っていたが、不ズレとはあまり顔を合わせなかった。これは、後者がプレーソー刑務所、正式には S-24 と呼ばれていた。別の資料では、 S-21D が正式名称であるとも書かれているの担当だったからだった。どっちは S-21 の細かい事務まで監督し、自分自身はもちろん他人にも厳しい所長で、しばしば書院を震え上がらせた。どっちは妻、二人の子供と共に S-21A 付近の家で暮らしていた。どっち自身が囚人の殺害に加わったことはないが、時々、 チュームエックへ出かけて、処刑の様子を観察していたという。1978年には、最終計画というタイトルで、アメリカ、旧ソ連、台湾、ベトナムが陰謀を企てていると示唆する成功なメモランダムを、これまでの囚人の自白を用いて書き上げた。1979年1月、ベトナム軍がプノンペンに近づきつつある時、ヌオンチェアから、 S-21 にある文書を廃棄して、証拠隠滅するよう指示を受けたが、どっちはこれを実行しなかった。S-21A には10万ページ以上に上る1974年以来の文書が残っており、量が多すぎて、処分不可能だったからだと考えられている。他の政府要人や職員がプノンペンから逃げている中、どっちは S-21 に残って、 残っている囚人の殺害の様子を見届けていた。プノンペンがベトナム軍の手に落ちてから1時間後の1月7日の正午になっても、どっちはまだ S-21 に残っていた。ベトナム軍が S-21A を発見し内部を調べ始めたのは1月8日のことである。プノンペン観楽時まだ書内に残っていた書院は1月7日は市内に隠れており、 翌8日になって、徒歩で脱出したドッチは、かろうじて、ベトナム軍から逃れたが、翌日になっても3マイル先にあったプレイ層刑務所までしか逃げることはできなかった。その後、カルダモン山脈へ向かい、5月になって、大国境にたどり着いた。そこで、ルオンチェアは、ドッチが文書廃棄しなかったことを知らされて激怒した。1979年以降のドッチの動向は、 外部には漏れ聞こえず、多くの人が1980年代に、どっちは死んだと思っていた。実際には、大国境付近のクメールルージュ支配地域で活動しており、インタビューでのどっち自身の発言によれば、1986年6月25日に、孫仙に呼ばれて、中国へ行って、北京外国語研究所で教えるように言われた。 1988年7月1日に戻ってきた。一方、どっちは中国国際放送局で働いた、と書く文献もある。その後、1992年1月にクメールルージュから逃げ出し、カンボジア北西部の政府側支配地域にあったスバイチェクに移った。最初は一般の人間として生活していたが、その後、この地域の学校で教えるようになった。 さらに後では中学校でフランス語を教えた。1993年12月25日にキリスト教徒になり、1996年1月6日にバッタンバン川で洗礼式を受けた。どっちの受けたキリスト教の教育はカンボジアキリスト省と太平洋キリスト教大学内の一組織の学部長からのものである。また、洗礼式を取り仕切ったのは アメリカ太平洋大学である。どっち自身の発言によれば、キリスト教徒になったのは、自分の意志によってである。洗礼を受ける、少し前の1995年11月11日、スバイチークで盗賊に襲われ、AK-47 の銃剣で疲れて、妻が死亡した。また、どっちも負傷し、自身の安全のためクメールルージュ支配地域へ戻った。 1999年4月にニック・ダン・ロップがどっちを発見する数ヶ月前までは複数の編名を使いながらと名乗っていた。それ以外にも本編という名前も用いていた。大国境近い森の中で難民救済活動に従事していた。国連やアメリカ難民委員会、アメリカンレフュージーコミッティー、私立の人道機関。大国境にあった。 国連管理の難民キャンプで難民に健康サービスや訓練を提供していたで働いていた。国連もアメリカ難民委員会もどっちの過去については何も知らず、またどっちの評判は非常に高かった。実際、アメリカ難民委員会は難民キャンプでチョーチフスの流行を止めたことでどっちに感謝状を送っている。一方で、 カンボジア政府は少なくとも1997年の半ばまでにはどっちの居場所を突き止めていたが、おそらく政治的決定でどっちの逮捕をしない方針を取った。1999年3月、別の文献では4月になっているがこれは不正確である。2、どっちはアイルランド生まれのジャーナリストのニック・ダンロップによって偶然発見された。地雷除去組織の一人と共に、 バッタンバンから出かけたダンロップはサムルオート近くのタサ山でハンピンと名乗るカンボジア人に出会った。この人物がどっちだったアークのロゴが胸に入った白い T シャツを着て完璧な英語を話しながら自分は数学の教師だったこと、もともとはプノンペンに住んでいたこと、最近になってタイ国境の難民キャンプで働き始めたこと、1997年から アメリカ難民委員会で働き始めたことをダンロップに語った。ダンロップは S-21 で発見されたどっちの写真のコピーを持ち歩いておりすぐにハンピンがどっちであることに気づいた。翌4月にダンロップはファーイースタンエコノミックレビュー誌のネットセイヤー記者と共に再びどっちの元を訪れた際、その過去が発覚するとどっちは自らの罪を認め謝罪した。 5月に、どっち発見の方が、ファーイースタンエコノミックレビュー誌に載せられた後、どっちは行方をくらませた。一時、どっちはリタイアした、クメールルージュのリーダーたちの命令で暗殺されたのではないかとの噂が広がったが、間もなく、どっちはカンボジア政府に投降した。どっちはヘリコプターでプノンペンへ移送された後、厳重な警備のもと、刑務所に収容された。 どっちは1999年5月10日から2007年7月30日までの間、カンボジア軍事法廷のもとで刑務所に拘束されていたが、後にカンボジア特別法廷はこれが違法な拘束であったと認定している。2007年7月31日に起訴されてカンボジア特別法廷に送られた。検察側は終身刑を求刑するところを、 カンボジア当局による不法交流を考慮して45年へ変更、さらに他の原型要素を侵略して40年の休憩をした。一方、どっちは S-21 で行われた犯罪に対する法的、倫理的責任を認めたにもかかわらず、最後になって無罪を主張し、釈放を求めた。 どっちの国際弁護団は、どっちのこの主張とは距離を置いていたようだが、多くの原型要素があること、1999年5月10日以降交流されていた事実、後半に時間がかかりすぎたことを考慮するように求めた。2010年7月26日、カンボジア特別法廷は、人道に対する罪とジュネーブ条約の重大な違反を認め、 どっちに対し35年の禁錮刑の判決を下した。どっちは自分が民主カンプチアの上級指導者でも民主カンプチア時代に行われた犯罪に最も責任のある人物の一人でもない。従ってカンボジア特別法廷は自分を裁くことができないと主張し上訴した。また弁護側はカンボジア特別法廷は2009年の カンボジア刑法第95条を誤って解釈しており、終身刑を課すことはできない、法廷が課すことのできる刑罰は最高で30年である、との主張を行った。これに対し検察側は、カンボジア特別法廷法第39条では、5年から終身刑まで課すことができること、カンボジア刑法第668条により、カンボジア特別法廷法は、 カンボジア刑法に優越することを主張し、検察側も上訴した。2012年2月、上訴審で一審の禁錮35年の判決が破棄され、最高刑の終身刑判決を受けた。カンボジア特別法廷の報道官は、どっちが2020年8月31日に、プノンペンの病院に入院し、そのまま9月2日に死去したと発表した。77歳ボー ありがとうございます。